皆さんこんにちは、サックス奏者の平野正孝です。僕がセルマーのサックスを吹くようになったのは、高校3年生の頃ですね。アルトサックスを買ってもらいました。今から思うと20何年前の話です。気がつけば本当に長いことこのセルマーという楽器を僕は吹いているんですけれども、まあ、それの理由としては、まあ、実によくこう僕のこう出したいと思う音色にこう応えてくれるというか、表現に応えてくれる楽器で、そうですね、もうだいぶ長いこと使っています。このセルマーのサックス、アドルフ・サックスが、この世でこの楽器を作って、まずそのアドルフ・サックス本人が、この楽器の製造に当たりましたが、その後にそれを受け継いだのが、このセルマー社です。以来ですね、一体どれだけのサックスを作ってきたかとわからないわけですけれども、今ここにあるのがシリーズ2と3ですが、これ以外に今までもう製造されることがなくなってしまったシリーズでも、それをですね、何度でも使おうという人はいまだにこう絶えず、いるというぐらい、もうその作られた楽器全てが、名器だったんじゃないかというような歴史のある、楽器です。僕は今、シリーズ2を使っています。その理由としましては、僕はクラシックも吹くんですけれども、ジャズや即興などかなり広いジャンルで演奏しています。でそうした、わがままにですね、いろいろ答えてくれるのは、どちらかというとシリーズ2の方が、その性質を持っているので、現在私はシリーズ2を使っています。現在セルマーでは、シリーズ2そしてシリーズ3の、2タイプが出ているわけですけれども、これは歴史的には非常に珍しいことで、今まではずっと一つのモデルしかなかったんですね。それがこのシリーズ2というのが非常に名機だったということと、新しく出た3がまた、非常に秀逸だったということで、今この2つのモデルが、同時に、売られています。特徴としましては、このシリーズ2というのは、限りなくこう表現力のある強い楽器、これは本当に吹きやすく、そして表現力の豊かな、名器です。ぜひ初心者の方々から、プロまで、皆さんに、愛してもらいたいなと思います。そしてシリーズ3はですね、むしろ昔のモデルに戻るような、古きものの良き点に立ち返ろうというような、そういった試みがなされた楽器で、全体にコンパクトです。ただ非常に精度の高い仕上がりになっています。もちろん初めて吹く方から大人の方までプロまで使えるんですけれども、特にですね、体力に自信のある方にぜひお勧めしたいのが、シリーズ3